サムラ塾のことです、こちらの動画ではですね、私のおすすめの図書を述べてます。はい、ではいきます。影響力の向きですね。で、作者がロバート・B・チャルデーニという方ですね。で、出版社が、精神商法というんですかね、これはね。はい、こちらの本になります。はい、ではコメント述べていきます。こちらの本はですね、私が去年のね、9月10月にですね、酒井俊夫さんの山形県の鶴岡市のセミナーに、参加させていただいた時にですね、酒井さんに質問をしたところなんですけどね、心理学をね、学ぶにはどの本がいいですかっていうね、質問をしたんですけど、その時に出てきたご回答がですね、こちら、影響力の武器がいいよと、ね、いうことだったんで、早速買いましてね、勉強しっかりと読んでね、勉強した本です。やはりですね、感想としては非常に太い本なんですけどね、やっぱり太い本っていうのは分かりやすく書いてありますね。金持ち父さん貧乏父さんしかりですね、受験できますと岡本教授先生の原価計算しかりですね、非常に太い本というのは詳しく書いてあって分かりやすいということですね。で、こちら心理学の観点からのもちろん本ですけども、やっぱりですね、商売、においても、受験勉強においてもですね、行き先は相手は人間ですからね、だからやっぱ心理っていうのは非常に重要なんだということが非常によく分かった本ですね。はい、非常におすすめの本です。はい、では以上です。